春と日本語ポッドキャスト131、初心者 beginners 元気1 level、 海外旅行 overseas travel。 どうも皆さん、こんにちは。日本語教師の春です。元気ですか？今日は海外旅行について話したいと思います。このトピックについて話したことがありませんでしたね。皆さんは海外旅行が好きですか？どうして好きですか？私は海外に行くことが大好きです。まあ日本は素晴らしい国だと思います。とても綺麗で便利で、することがたくさんありますよね。でも私はいろいろな国に行くのが大好きです。世界にはたくさんの国があります。たくさんの文化があります。日本もその一つですよね。中国には中国の文化、フランスにはフランスの文化、ブラジルにはブラジルの文化があります。すべての国の文化や風習は違います。人も違いますね。私はこの違いが好きです。私は新しい国の文化や習慣を経験したいので、新しい国に旅行に行きます。たくさん旅行をして、日本もとてもユニークで面白くて、少し変な国だと感じるようになりました。日本の文化は本当に特別ですよね。アジアの中でもユニークだと思います。特に日本人の習慣や価値観、人の価値観はとても面白いと思います。これも海外旅行をしたり、海外に住まないとわからないことかもしれませんね。もちろん、世界の綺麗な街や自然を見に行きたいのも海外旅行をする理由です。もう60カ国に行きましたが、まだ行きたい国や場所はたくさんあります。世界は大きいですからね。海外旅行をすると、たくさん勉強や経験をすることができますよね。私の英語はほとんど旅行をしているときに上手になったと思います。だから私は次に南米に旅行をしに行きたいですね。南米でスペイン語を勉強しながら、たくさん友達を作っていろいろなことを経験したいです。私は高校を卒業してからほとんど海外で旅行をして生活をしています。毎日たくさんのことを経験することができて楽しいです。旅行だけをしていると飽きてしまうと思います。まあ私は飽きたら旅行をやめてどこかに住みます。もちろん旅行をしたくない時にしても楽しくないですからね。
でも私の人生は旅行なしでは考えられません。多分一つの場所にずっと住むことはできないと思います。まあずっと旅行をしながら生活をするかもしれませんね。Words and phrases used in this episode. 文化 culture すべて all 習慣 custom 経験 experience 価値観 sense of value 理由 reason 南米 South America 飽きる to get bored of もう旅行に飽きてしまいました。I already got bored of traveling. はい。今日は海外旅行について話しました。どうでしたか？海外旅行は私の人生ですね。私にとってとても大切です。皆さんにとって海外旅行は何ですか？どうして海外旅行をしますか？次はどこに行きたいですか？よかったら YouTube のコメントで教えてください。 iTalki で日本語のクラスもしています。Thank you so much for listening. If you like this podcast, please be sure to hit the subscribe button for more Japanese podcasts for beginners. Transcript is now available on my Patreon page. The link is in the description. Thank you very, very much for your support. では、皆さんまた次のエピソードで会いましょう。じゃあね。バイバイ。Surgeons keep our hearts beating. They do the amazing, help save lives, and so can you. Your CSL plasma donation can help create 24 critical life-saving medicines that can give grandpa the chance for his heart to swell when he meets his new grandson, or give a bride the chance for her heart to skip a beat on her wedding day. Every plasma donation helps more than you know. Do the amazing, help save lives. Donate today at your local CSL plasma center and be rewarded for your time.